心の部屋、日本人の心、花巻東高校録。はい、子供のまーちゃんです。前回は太陽を大切にして太陽に感謝を捧げて生活していますというところまででした。では続きいきます。これはとてもいいことだと思います。新しい世紀はよく地球人の世紀だと言われています。20世紀までは各国が独立して政治や経済の活動を行ってきたのですが、21世紀は法律もだんだん国際法に基づくようになり、世界政府とか世界連邦とか文化にしてもすでに世界の文化遺産などが指定され、どんどん地球が狭くなり、地球が一本化しています。法隆寺も姫路城も日光も国宝であると同時に世界の文化遺産になりましたね。鹿児島県の屋久島は世界の自然遺産としてユネスコが認定しています。かつては文化も違い、歴史も違い、伝統も違い、何もかもが違っていた世界各国の人が地球人として一本化していく時代がもうすぐそこまで来ていると思うのです。これからは違っている文化や伝統の中で各国の違いを認め、理解し、敬愛し、お互いにいい点を学び合って、違ってはいても決して争うことなく仲良く平和で明るい地球時代を作っていかなくてはならないと思うのです。21世紀は一国が独立しては生きてはいけないのですよ。太陽の運行と人間の生命を結びつけて太陽を崇拝した国は日本の他にもたくさんあります。ただし太陽が人間の生命の根源のエネルギーであることを日の元、つまり日本という国名にまでしたのは私たちの国だったということは、日本人としてどうかお忘れになりませんように。君たちは駒を回して遊んだことがあるかな。駒に紐を巻きつけてさっと投げる。駒がくるくると回っているとき、真ん中の棒だけがまっすぐに立っています。この真ん中の棒がぐらつくと駒は倒れてしまいます。真ん中の棒、これを心棒というんですが、心棒というんですね。新幹線のレールの上を走っているあの車輪だって心棒がなくては、あの丸い車輪だけでだったらどこへ行くか分かりません。自動車もそうです。どうしてくるくる回って走れるんですか。支えの心棒があるからですよ。太陽さんに感謝して、みんなで仲良く太陽の命を生きる。これが日本人の心棒だったのです。第一、自然がなければ生きていけない。さあ、生命の原因、私たちが生きている原因の一番は太陽だと分かりました。では2番目の恩は何でしょうか。恩で私たちはこうして生きていられるのか。この2番目の恵みは何でしょうか。いくら太陽があっても日本の大地、自然というものがないと私たちは生きてはいけないんです。空気も山も木も水も田んぼも含め、日本の大自然がないといくら太陽があっても私たちは生きていけない。それで
命の原因の2番目に私たちの先祖は日本の自然を大事にしたんです。日本の大地、自然というものがあるから、私たちは日本人としてここに生きていられるんですね。大地、自然は明治時代から特に国土というようになりました。国土があるから私たちは日本人としてここに生きていられる。つまり生命の原因の2番目は日本の自然、日本の国土にあるんです。皆さんは家から学校に来るとき、どこの大地、自然を踏んできましたか？日本の大地、自然ですよ。俺は国の世話にも国土の世話にもなってないなんていう人がいたらとんでもない話ですね。この学校も日本の国土の上に立っているんです。そういうことをはっきり自覚しないと私たちは自然とか大地とかのありがたさを忘れてしまうんです。日本の大地だからこそこうして家が建つ。ですから日本の民族は大地、自然を大事にしたんです。大昔から山には神様を祀って自然を崇めました。富士山にはこの花咲く弥姫という女神様がいるんです。大山には大山積みの御事という男神の男神様がいるんです。山にはみんな神様がいるとして、私たちの生命にとって大切な自然を崇拝したんです。大地、自然を限りなく尊ぶ教育をしたのです。そうして人間と自然とを一緒のものと思って、自然をなるべく破壊しないで自然を美しく守って近代までやってきたんです。これは何も日本に限ったことではありません。過去の世界のほとんどの国の人たちが自分の住んでいる大地、自然を大事に守り育ててきたのです。人間と自然との親和力が強め、自然を守り、自然を育てる教育をしていったんですね。はい、今日はここまでとします。次はヨーロッパ人が憧れる日の丸の旗ということで、次回お伝えいたします。はい。ではご視聴ありがとうございました。また遅くなって申し訳ございません。あと、よかったらチャンネル登録お願いいたします。グッドボタンもお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。